こんにちは、ヤスです。今回はギター初心者の時期に特に気をつけたい、うっかりやってしまって癖になってしまう悪い練習方法、悪い行動、悪い動作についてお話しします。まず一つ目なんですけれども、こういうやつ こういうやつですね。がっつり指板を覗き込んで、覗き込みっぱなしっていう状態、こうなる。最初はいいんですよ。っていうか、やらないとしょうがないじゃないですか、見ないと。最初は弦と弦の、幅、間隔なんかも体で覚えてるわけじゃないですし、フレットの幅だってわからないわけですよ。だから最初はこうやって、例えばなんか新しい譜面見ながらとかね、やって、どこ、あ、ここを押さえてって、こう楽譜と見ながらね、やってるうちに、こうなって、もうずっとこの姿勢になっちゃうね。もうよく書いてこんな感じのね。で、これ最初はいい。最初は場所を覚えて、あ、ここを押さえるんだ、ここを押さえるんだって場所を覚えたら、ちょっとこう一回姿勢を起こしてね、基本のいい姿勢に戻って、で、なるべくこうならないように、ちょっとこう傾ける程度で済むとか、こうボディをちょっとこう上に傾けるとかね、そういったことで対処していくように心がけると。ずっとこうならないように、こうやるとね、首痛めるし、広背筋、背中痛めます。こう特に始めたばっかりの頃って面白くて、こうなるからね、ずっとね、気づいたらこれでもう何十分とか何時間とか経ってるみたいな、ことになり、なって痛くなりますからね。で、痛めるとやっぱ気持ちよく練習もできなくなって、こうスムーズにいろいろと習得していくっていうのが難しくなってきます。なので、こう覗き込みっぱなしっていうのは気をつけましょう。というのがまず一つ目です。で、二つ目 これもね、同じくこうなってる時に起きやすいんですけど、瞬きしなくなる。こう見てて、ずっと見てるから、もう目パッチリずっと開いたまんまになっちゃって、目がね、気づくとそれでまあ何時間、1時間2時間とか、経ってて、かなり瞬きの回数が減ってたんだなっていうのを、後になって気づくと、目のすごい疲れて、目が痛くなって、で、まあそっからね、なんかこの辺痛くなって、で、まあ片頭痛を起こすとかね。そんなことにもなってしまうので、ちゃんとね、瞬きしてなかったな、ちゃんとしなきゃっていうことを心がけてやると。瞬きをちゃんとするようにすると、いうようなことは気にかけた方が絶対いいです。で、3つ目 3つ目なんですけど、間違えて弾き直す。間違えて弾き直す。どういうことかっていうと、例えばね、正解やろうとしてるフレーズ、こんなんだったとしますよね。こういうんだったとするよね。で、これを練習してる時に、あーじゃない、あーだみたいなね、あーみたいなね、こういうこと。間違えてこういかなきゃいけないのに、間違えてここ押さえてしまって、ああじゃないって、もう一個前戻って弾き直して、これでよしとしてしまう。で、これを何回も続けるのね。ああじゃない、ああこうだみたいなね、これを何回も続けてると、脳みそがこれで覚えちゃうんですよ。あーじゃない、あーみたいなね これで覚えてしまうので、本来弾くべき、ここにたどり着くまでにかなりの時間を要してしまいます。頭が間違って、何回も何回も間違ったフレーズを練習、間違一回間違えてからの正解するっていう、これで一つの塊のフレーズとして覚えちゃうから、すごく怖いですね。怖いのは、ふとし後から弾けるようになった時とかでも、ふとした時にね、ふっとなんか出てきちゃうっていう時があります。で、あれ間違えないで弾けるようになったのに、なのに昔の初期の頃の間違いがふっと出てしまうみたいなね、現象も起きますので、で、こう間違えちゃうっていうところがあったら、必ずテンポを落とす。で、次に出すべき音っていうのをちゃんと頭の中でイメージできてから次の
ポジションを押さえて音を出す。次はここね、次はここ、次はここ、ここでもう次はここで間違いない、ここだと、で次はここと、で次はこっち、うん、っていう風に一個一個イメージしてから、次に押さえる場所、次に押さえる出す音っていうのをちゃんとイメージしてから、弾ける中で一番速いテンポで弾くっていうことですね。あ、次ここ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 みたいな感じで、やっていって、徐々にあのその本来弾くべきテンポに上げていくと、っていう風な練習がいいです。間違えたまんま、その無理やり弾けないのに、その正しいテンポで弾こうとして間違えて弾き直すっていうので、一連の流れで覚えてしまうっていうのがすごく怖いので、で後々もふと出てきたりするからね、怖いので、これは絶対やらないように、間違えちゃう場合は必ずテンポを落として考えて弾ける中で最大のスピードで弾くっていうことをしていって、ちょっとずつ上げていくと、スピードを上げていくという、間違えて弾き直すっていうのは本当やりがちなので、絶対にやめた方がいいです。で、4つ目なんですけれども、これはまあちょっと特にそのやっぱ同じくね、こう夢中になってると起きがちなんですけど、指先がね、こっちの右手の話なんですけど、指先が支点であり力点であり作用点になっちゃうっていう状態、つまりこう指先で弦を押さえて、これでなんかこうボディを押さえてるような状態になっちゃう、ボディを固定してるような状態 になってしまう、ね、状態っていうのは、特に新しくこうなんかこう新しい曲を弾こうとか思って覚えようとしてる時って、なんかこう弾けないからこう なりがちなんですよね。それになりやすい、指先が支点力点作用点になる。本来正しい姿勢でもって弾く場合っていうのは、こう肩甲骨をこう後ろに引くというか締めるというか、そんな感じでやると脇がこう締まりますよね。で手が前に出てるから、ここボディの角に当たって、でここでボディが固定できるわけですよ。で、つまりね、イメージ的にはこの肩甲骨が力点になってて、でここ肘のあたり、ボディと当たってるところが支点になってて、で指先が作用点になってるっていうイメージですね。だからこうこう肘から先はこうブラブラしてる状態っていう感じで、体をコントロールできていると、やっぱ音の強弱とかもかなりつけやすく、コントロールしやすくなってくる。だけどこれが崩れてる状態になってると、この指先弦と触れてるところが支点力点作用点全部集まってるみたいな状態になるんですよね。ちょっとこの説明で分かっていただけるかどうか不安なんですけど、まあ、ここ弦を右手で弦を押さえるので、一緒にこうボディも押さえに行っちゃってるみたいな状態になっちゃう、うん、そうするとやっぱり力加減とかも自然と強くなってくるし、押さえるべきところがね、こうなんかブレるというか押さえづらくなるんだよね。引くところの弦っていうのを誤ると、空振りしたりとか強く引きすぎたりとかね、深く行きすぎたりとかいうふうに落ち着かなくなって暴れてしまうっていう状態になりやすいので、だから最初にちゃんとこうボディをホールドする基本の姿勢っていうのはすごく大事なんですよ。でそれをありきで練習していくっていうことが必要です。なのでこう右手のつまびく方、指先でこう全部の力がここにね行くような格好には姿勢にはならないようにすると、指先がこう支点力点作用点全部集まっちゃうみたいな状態にはならないように注意するということです。で、まあちょっと
あとはプラスアルファ的なんですけど、左手で弦を強く押さえすぎないように気をつける。基本的にこっちで弾く出す音の強さ、弾く強さで音が、綺麗に出る程度の力加減で押さえてればいいわけですよ。今かなり軽く押さえてますけど、音は綺麗に出ますよね。で、例えばもっと強く弾かなきゃいけないみたいな指定があったら、こうビビっちゃって綺麗に音が出なくなるね。だから当然だけど、もうちょっと強く押さえる必要は出てくるわけですよ。っていう感じで、綺麗な音が出る程度の力で押さえていればいいんですけど、まだ初心者の頃って力加減とかわからないし、一生懸命になって、あ、ここ押さえなきゃ、で次ここ押さえなきゃ、で指一本一本に力加減がねコントロールできるなんてことはないから、まだそんなことできるわけないので、別のところを押さえるときに絶対に最初に押さえたのは、はあ、ここは死守しなきゃみたいな感じでグワーって自然と力入っちゃうわけですよ。でそうすると弦が芝にベタッとくっつくほど思いっきり押さえちゃうんだよね。でこうなると、こういう押さえ方すると、まずピッチも悪くなって、なんか音痴な感じの演奏になるし、というのと、あと指がね痛くなっちゃうんですよね。でギターはやっぱりうまい具合に力をコントロールして弾いてても、何時間も弾いてればそれ指痛くなるんですよ。指痛くなるので、1日にやっぱり弾ける5体満足で弾けるような状態ね、で、やっぱ限られてるわけですよ、時間がね。でそれをね無駄遣いしちゃいますね。必要のない力で押さえて指を、体を痛めつけて、練習時間を自分で減らしちゃってるっていう、練習可能時間を減らしてしまってるっていう状態になるので、すごく非効率的な成長につながってしまうんですよ。なのでなかなか力加減っていうのは当然最初はできなくて当たり前なんですけど、強く押さえすぎてないかっていうのは常に注意して練習するっていう方が、練習をするのに時間をこうきっちりね、いっぱいたくさん割り当てられますから、指が痛くならないでね、ので、いいですよということです。弦を強く押さえすぎる。でもう一つ、6つ目なんですが、こっち右手の話で、強く弾きすぎないこと。これもね同じく強く左手で押さえてれば押さえてるほど、やっぱりこっちも強くね押さえちゃったりするわけですけど、なんでこれはもう 5番目と6番目は同時に発生するっていう感じですよね。ので、ジャンルによって分かれるっていうところもありますけれども、例えば南米系のやつとか、例えば結構もう強めに弾いてるのが当たり前みたいなね、感じだったりとかしますし、クラシック系だったら結構強弱、ダイナミックレンジ結構こう割り振って弾くとかね、弱く弾いたり強く弾いたりとか、かなり使い分けて弾くっていうことが当たり前だったりとか、そういった意味でやるジャンルによっても変わってくるところはありますけれども、基本的にバッツンバッツンずっと弾くっていうことではないですから、これも新しいものをこう新しい曲とか覚えようとするときって、こうフレーズを覚えることに一生懸命になっちゃって、力加減っていうのは二の次になっちゃうんだよね。なりやすいの でそこでこう、って一生懸命さが力になっちゃうっていう、力になって強く弾きすぎる、そしてそれに対応するかのように左手も力強く押さえすぎるという状態を引き起こしますので、自分で常に意識して気をつける必要があります。で、本当にこれ誰かね見ててくれる先生がいてやってるんだったらね、指摘してくれるだろうから全然いいんですけど、特にギターってカジュアルさがある感じで、やっぱり独学で始めるという方がすごく多い楽器だと思います。なので一人で家でこう練習してる時ね、こう没頭してこうなってしまうと、もうなんかすごい強く押さえるし、弾けないからずっとなんかこうだんだん近寄ってて、まばたきしなくなって、指板がっつり覗き込むような、うなだれるような姿勢に、なってしまって、指先にもう力を、支点力点作用点状態になっちゃって、で、みたいな、
あー違うみたいなね、あのこの状態、つまり今僕が言った、6個の悪い練習法、悪い動作っていうのが全部集まった状態になってしまうっていうことがね起きやすいです、うん、なのでこれあの十分気をつけて、あこれはやっちゃダメなんだって、あの紙に書いてね貼っとくといいですよ、前に部屋の壁とかにね、うん、貼っといて、まあ、それを、まあ、楽譜の横に並べてもいいですしね、うん、っていう感じで、あの普段一人で家で練習する時っていうのは心がけるという効率的な成長になるし、まあ、体は痛めないで、あのむやみに痛めずに済みますあの結構背中をやっちゃうとね結構きついですよね、うん、背中やっちゃうと結構きつい、あの何日も治らないですからね、うん、っていうところでやってみると、あの効率的な成長、まあ、健全にギターを、まあ、健康体で楽しめると、うん、楽しみながらあのうまく上達していけるという感じでギターと接していけるかなと思います。ということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。